どうも皆様さこんにちはリボン鉄道チャンネルです私は今鹿児島中央駅前に来ておりますさて今回の動画では鹿児島中央駅前より市電フェリーに乗車し桜島まで向かっていきたいと思いますまずは市電に乗っていきたいと思います鹿児島市電にはなんと観光列車なるものが設定されているみたいですね個人的にあまり見かけたことがないので珍しいなぁとも思いました 土日祝日の朝10時に鹿児島駅前を出るそうですというわけで鹿児島駅前行きの電車がやってきました今回はこの列車に乗って桜島行きのフェリーが発着する鹿児島港まで向かっていきたいと思います久しぶりに小田原電機製の IC カードリーダーを見ましたそういえば鹿児島の電車バスではすごか等が使えなかったんですよね鹿児島市電で使える IC カードはラピカというものだそうです というわけで列車は鹿児島中央駅前を出発次の停車駅は高見橋ですアミュープラザ鹿児島にはご覧のように観覧車があるんですねチャチャタウンやマリノアシティココオークなどを連想させてくれます路面電車といえば単車のイメージが強いと思いますがこの列車は驚くべきことに5両編成なんですよね5連接車体といった方が適切かもしれませんがこの車両の外観自体は毛虫のような見た目をしているのです 試行錯誤の跡が垣間見えたので結構古い車両なのかなと思ったら意外にも新しく2007年製大阪府のアルナ車両での製造ですちょうど今すれ違った車両が現在乗っている車両の後継モデルとなるみたいなんですけれども5連接車体から2連接車体へと落ち着いております冒険をしすぎた結果結局元の形に戻ってしまったんでしょうかねというわけで列車は高見橋に到着しましたが 誰も乗り降りすることはなかったので停車後すぐに出発をしていきましたここからでもアミュプラザ鹿児島が見えるのが面白いですよね驚くべきことに自動放送が男性にて行われていました九州だとここだけの可能性もありますそしてこれは伸縮タイプの吊り革ですね 身長の高い人が釣り革に頭をぶつけないための配慮だと思います鍛冶屋町電停を挟み列車は高見馬場,場を出発ここの交差点にて日中通り郡本方面からやってきた列車と合流いたしますこの「1番」と書かれている路線こそがここの交差点より左折をしていく列車だと思われます指宿枕崎線と並行し谷山まで走るみたいですねというわけで列車は鹿児島市内の一大繁華街ともいえる天文館へとやってきました 次は天文館通りと放送が流れますとほとんどの乗客が降りる準備をし始めました天文館通り伊豆諸通りを出発し残った乗客の数はなんと私を含めてたったの2人しかいませんでした正直言ってこれには少し驚かされました伊豆諸通りを出発すると列車はすぐに左へと大きくカーブをしていきます 左折の際にちらっと見えたこのバスは定期観光バスのカゴンマ・ソラバス2階建てのエアロキングが使われているということで個人的にはものすごく気になるバスですねちなみにあのバスは2002年式だそうで出元は JR 東海バスだそうです次鹿児島に来る際は絶対に乗りたいなぁと思いましたところでお気づきの方もいるとは思いますが路面電車の軌道の部分に芝生が植え付けられているんですよね 実際、この芝生は騒音やヒートアイランド現象の対策にも役に立っているそうですというわけで今回私は水族館口にて電車を降りていきたいと思います桜島桟橋通りで降りないのと思われる方もいると思いますが実を言うと桜島行きのフィリーに乗るにはこの電停にて降りられた方が得策なんですよね先ほどまで乗っていた列車は速やかに鹿児島駅前方面へと去っていきました 改めて見るとこの車両の変態具合がわかると思います水族館口電停から鹿児島港までの距離は直進2 5 0メートルほどで結構あっという間に着きます現在ご覧になっているのが鹿児島港です結構ターミナルはでかいんですねふと JR の文字が見えたので何なんだろうと思ってズームをしてみると鹿児島駅隣接の JR 貨物、鹿児島貨物ターミナル駅がありましたね 次に足元に目がいったわけなんですけれどもこの黒いのは何でしょうかね街路樹の土が漏れてきたといったようなスケールではなさそうですというわけで鹿児島港の桜島フェリーターミナルへとやってきましたターミナルの中は一体どのようになっているのでしょうかね早速見えてきたのはお店と言いたいところですけれどもあいにくにも閉まっているようですまあ今日はゴールデンウィークということもありましてお休みだったのかもしれませんね それと鹿児島水族館もこの辺りにあるんですねそしてこれが桜島駅フェリーの改札になっているんでしょうかどうやら運賃は後払いのようです桜島フェリーといえば使えるカードの種類が非常に多すぎることでも有名なんですよねコンビニ通って言いたくなるぐらいのレベルですそれと現在は増便ダイヤにて運行されているみたいなので自己企業は当てにならないみたいです 余談ですが桜島フェリーはなんと24時間営業最低でも1時間待てば桜島までフェリーで行くことができるんですよねデータイムは基本的に15分間隔で運行されていますお僕の横小走りで走っていくお客さんがいましたよ駆け込み乗車ならぬ駆け込み乗船でしょうかねあわよくばこの船に乗れるかなぁとは思っていたんですけれども歩くのが遅かったこともたたって すでに乗船口はこのように締め切られていましたねそしてほどなくしないうちに桜島駅フェリーは鹿児島港を後にしていきました仕方ないので次の便に乗ることにしましょう内心待たされるかなとは思っていましたが5分ほどでフェリーがやってきましたこんなに高頻度でフェリーが発着しているなんてにわかに信じられませんがねしかも降りてきたお客さんの数もそこそこ多かったんですよねそうこの桜島フェリーは 路面電車バスに並ぶ鹿児島の重要な公共交通機関なのでありますというわけでフェリーへと乗船していきます多分1年半ぶりぐらいにフェリーに乗ったんですけれども何とも言えない揺れが個人的には非常に大好きです地味にこのフェリーエレベーターもついています車いすのお客さんも安心ですね少し肌寒かったこともあり早々と船内へと入っていきます にしても短距離航路とはとても思えないほど豪華な船内ですね船内にはうどん屋さんまでありますよこれはすごいそして備え付けられているテレビも大画面最前線で働く医療従事者を特集した番組をやっておりましたねうどん屋の他にも自販機が3機設置されていましたたかだか15分程度の航海なのにここまで船内設備が至れり尽くせりだと少し恐縮してしまいますよね そして極めつきは海がきれいに見えるデッキがあることでしょうかただ船内設備は船によって差があるようで袋に乗った船は往路に乗った船よりもかなり見劣りする感じでしたご覧のように展望席なんてありません船で食べられるうどんに関しましては結構値段が高かった気がしますうどんを買うお金でフェリーに3回乗れるんではないかなとも思いましたあくまで船内販売ですからね 値段面を気にしてししてままえばおしまいです向こう側には今回の動画での目的地でもある桜島がおぼろぎながら映っておりますというわけで鹿児島港を出発桜島港まではおよそ15分の航海です皆さんは桜島が陸続きであることはご存知だとは思います陸続きならフェリーなんていらないじゃんって思われる方もいると思います確かに桜島が陸続きであることには間違いはないんですけれども 鹿児島から陸路で桜島に向かう場合はこのように気が遠くなるような遠回りをしないといけなくなるんですよねだからこそこのフェリーが今も残っているんじゃないかなと思います出港してしばらくすると対岸の桜島の町並みが見えてきましたねそしてしばらくしないうちに対岸の桜島港も見えてきましたやはり15分間の航海ということもありまして結構あっさり着いちゃいましたね 桜島,島島内でも市営バスが走っているみたいなのでこれも別動画にて紹介していこうかなと思っております下船の準備に向かわれたんでしょうね船内にいたお客さんが一気に減少しましたそれと海を挟んで向こう側に鹿児島の市街地が見えております風景に見とれているうちに船はいつの間にか桜島港へと着岸してしまったようで当方も足早にこの船を降りることとしました そういえば船の運賃を言ってませんでしたね桜島フェリーの運賃は大人200円子供は半額の100円です鹿児島港でも紹介した通りに多数のカードを使うことができますなお桜島行きのフェリーに関しては料金後払いでしたが鹿児島行きのフェリーに関しては料金前払いこれはおそらく料金の収受施設が桜島港にしかないことが起因すると思います というわけで、東方は市営バスに乗りながら桜島,島島内を観光していこうかなと思います。並びに今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。